はい、どうもこんにちは、クレイです。よろしくお願いします。さあ、ということで今回はですね、超久々に無課金アカウントログインしてみたです。やっていきたいなと思います。はい、ということでね、まあもうこの画面めちゃくちゃ懐かしいなと思ってくれてる方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあそもそもなんでこの企画をやろうかと思ったかというと、明日ですね、スピリーグの球団代表決定戦がありまして、まあそのですね、本戦用のアカウントと、僕自身の本の中のね、方との引き継ぎっていうところをまあいろいろと練習したりする際にやっているんですが、でそのアカウントのね引き継ぎとかをしている時にこのアカウントのことをねふと思い出しちゃったんですよね。でこのアカウントはですね、2019年のグランドオープンから、開始をしておりまして、2020年シリーズ2までやってたアカウントになります。まあだいぶね長いこと僕の動画見てくれてる方はこのシリーズもね、もちろん知ってるよって方も多いんじゃないかなと思うんですけど、まあ直近1年とかぐらいで見始めたよって方は知らないと思いますので、まあぜひですね再生リストもありますんで、よかったら見てくださいってことで、まあこのね懐かしのアカウントをちょっといろいろと今回見ていこうかなと思うんですけれども、ちょうどね無料10連っていうところも今ガチャが来てるんで、これも最後に回して締めようかなと思ってます。はい、そんな感じで、じゃあまあいろいろ懐かしみながら見ていきましょう。ってことで、まずは何から見ていこうかな。ちょっとリーグからいきますか。まあ、やっぱこの無課金アカウントはね、こう、リーグ覇王を無課金でいけるのか、みたいなところでね、コンセプトにやっていた企画だったんですけれども、しばらくですね、このリーグっていうのはログインをしていないと1に戻される仕様になってます。なんで、まあ、当然今リーグランク1、しかも対戦相手が見つからないっていうね、まあ、悲しい事態になってるわけなんですけれども、実績見れんのかなこれ、この機能、最高順位リーグランク0位、悲しい。これ多分ね、僕が無課金アカウントやってた時なかったんじゃないかな、この機能。いや、あったのかな、どうなんだろう。でもあったとしたら多分ここに記録されてるはずないよな。なんでまあおそらくなかったんかなっていう感じですね。で続いてちょっとじゃあこれ見ますか。はい、ミッション、ミッションは結構ねこのアカウントの足跡みたいなところがあるんで見ていきましょう。ミッションでも結構意外とね真面目にやってたのではないかなと思います。まずそもそもログイン日数が712日、今日でこの今のログインで712日目だったんですけど、まあ約2年ぐらいですよね、ログインをしておりました。まあ当時ですね、そのメインアカウントを入れている端末と、まあ、無課金アカウントの端末っていうのは2端末別で持っていて、まあ常時ねどちらもログインできる体制をね、取っていたので、まあ、ほぼ毎日ねしっかりログインはしてました。まああとはそうだな、 V ロードのね出番操作とか結構意外と真面目にやってるんすよね。メインアカウントとかでも V ロード自操作することってほとんどないんですけど、この無課金アカウントは真面目にやってました。4000アンダー目前ぐらいまで来てる。じゃあまあ一番ね多分皆さんお楽しみのところであろう選手ボックス見ていきましょう。選手ボックス、いきなりの DJ ジョンソン。 DJ ジョンソン懐かしい。今何してんだろうね。はい、でまあこんな感じでねずらーっと並んでるわけなんですけど、まあとりあえず S ランクから見ますか。 S ランク、はい、こんな感じです。いや結構持ってるな。しかも、まあ、ちょっとこの後オーダーも見ますけど、普通にね当時強いオーダー組めてたんですよね。まあ、リーグランク覇王は最終的に届かなかったんですけど、まあ、リーグランク9の維持圏内余裕、まあ、昇格圏まであとワンチャン届くか届かないかぐらいのギリギリのとこまで行ってたって感じでしたね。うん、まあ普通にいい選手が改めて見ても並んでますと。まあただやっぱシリーズがね、どうしても2020シリーズ2021シリーズ1っているのかな、この宮崎選手とかは。ああ、これ20のシリーズ1か。21のシリーズ1とか多分いないのかな、もういない感じなんかもしれない。ああ、でもなんかこの辺いるな。これなんだろう、なんか企画でとか生放送とかでかなはいますが、まあでもほぼほぼもう2020シリーズ2で終わってるって感じですね。育成してないもんね、こっから先はね。ちなみにこのアカウントで一番古い S ランクは、あー、ロメロ。ロメロやたら当たる事件あったな、懐かしい。あとそうだ、外国人 OB もこの年野手だったらめちゃくちゃ誰でも嬉しいみたいな感じだったのにリベラ選手出たんすよね。無課金アカウントも確か結構半身はあったな。まあこんな感じで並んでますというところです。選手量どんな感じなんだろう。50、わあ、懐かしい A ランクいっぱいいるな。はい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 。なんか心なしか今年引退される選手たちが、伊藤井さん、福留さん、能見さん結構いるな。いやー懐かしいっすね。しっかり育成も頑張ってました。これ全部メインアカウントに欲しい。極みの人数は一応28人か。まあ結構ようやってますね。しかも割とちゃんと強い選手たちというか主力級の選手たちが取れてるなっていう印象はありますね。じゃあオーダー見ますか。当時最高のオーダーがこれかな、82100。まあもう今と比べたらね、まあ、当然やっぱ最大の主力がこの時代で
このチームの中での最高スピッツって誰になるんだろう。3500とかが最高かなに多分なってるんで、そうっすね、3500が最高だもんな。なんで今と600違うんでね、一人当たりが。なんでまあ当然チームスピッツは低くなるわけなんですけども、まあでもコンボもねそれなりに出していって、まあまあ強いオーダー当時は組めてました。やっぱ特能がね無課金はやっぱきつかったっすね。ほぼ上げてない。まあこの辺が上げられると多分覇王とかもね当時見えたのかなっていう感じだったんですけど、まあちょっとさすがにそこまでは無理だったって感じでしたね。坂本選手の S ランクずっとショートで使ってたんですけど、この3200からなかなか更新できなかったんよね。っていうところで多分最後殿崎選手をショートで使ってスピ上げてたって感じだと思うんですけど、いやでもこれ今見たらセカンドで宮崎選手とか使ってるの結構無理くりやってんな。この二遊間やばいね。でピッチャーは、ピッピッチャーはおーでも結構強いな。普通にリアタイでも強い投手陣が結構集まってるなって感じですけど、エキサイティング菅野さん、山岡さん、有原さん、涌井さん、千賀さんのローテ5枚。この千賀さん確か2シーム C 時代よね、懐かしい。で宮西さんがこれまだシンカー時代のやつね。中継ぎにおける石川歩夢さん、そっかこの時中継ぎ B だったのか。からの山本由伸さん、この年のアニバ背景かっこいいな。こちらも2シーム C、 なかなか面白い投手陣でしたねこの時代。三島さんとかもこれそうっすよね。これ特の上げてないけど超大ピン20丸の DNA 純正ガチの人たちにとっては必須級のやつ。だ意外とこう見ると実は掘り出し物もありそうっすね。全員極みなのかって考えたらすごいな。よくやってましたねマジで我ながら。ちなみにこのオーダーのコンボ的にはこんな感じ。12球団、極み12球団とミート型コンボ、球威型コンボ、まあでもそれぐらいが限界だったのか。パワー型が多分あと2人いればっていうところと、まあ QEA スタミナ A あたりのコンボ、ニート A パワー A あたりも買いコンボながら一応ギリ出してるって感じかな。懐かしいわ。ちなみにじゃあちょっとリアタイの戦績でも見ますか。リアタイでもほぼやってなかったと思うんだよな。うん、188勝、でも最高連勝記録30連勝してるわ、すごいな。もう見れないのかなこれ。年間とかって、あ、前年度、あーもう2年間のやつしか見れないのか。だからもう通算しか見れないってことなんですね多分ね。なるほどね。通算の勝ち星は108。大会はまあ大会はさすがにねメインアカウントがあるんでなかなかこっちのアカウントはやってなかったっすけど、まあ一応こんな感じでしたと。まあ報酬回収ぐらいはやってたのかな。でもオールスターカップすごいな、7500、結構やっとる。しかもこれ多分 iPhone なんでね、ようやっとる。ちなみにアイテムはこんな感じ。結構溜まってるね。これ全部メインアカウントに持ってきて、限界突破コーチ9もあるし、しかもなんかさっきチラッと見えたけど、コインがね、142万もあるんですよね。これすごくね。まあ多分、単純にこのアカウントの特殊能力上げたりとかしてないんで、あんまり解ける場面がないっていうところだと思うんですけど、普通にすごい。あ、ちなみにエナジーは当然ながら、無課金です。はい。まあわざわざね、こんな別に疑う人もいないと思いますけど、まあ当時も出してましたが。はい、こんな感じです。はい、ということでまあいろいろ懐かしいものを見ていったんですが、最後にねマンスリー感謝10連プレゼントスカウト、これを引いて終わろうかなと思います。まあもうこれ誰が出てもニューなんですけど、ワンチャンこれで神引きしたら僕のモチベーションが 1% ぐらい上がるかもしれません。はい、じゃあいきましょう。さあ久々の無課金アカウントを楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひ懐かしい気持ちにね少しでもなったよって方は高評価チャンネル登録お願いします。まあ、あとはこのね無課金アカウントシリーズ知らなかったよって方もね、ぜひ冒頭思いましたけども懐かしき再生リストから見ていただければと思います。多分当時の僕はなんかちょっとこう声が若い気がします。多分ね。さあ、あと実況も下手くそな気がする。はい、ということでまあいきましょう。2枚引きあるか、無課金アカウントの約1年半越しの温めたガチャ運やいかに。ああ、さすがに1枚か。じゃあいきましょう。ご視聴ありがとうございました。最後出るのはこの選手です。あざした。